左の真ん中のエリアですね。ここは全て住宅エリアになってるみたいです。滝の音がすごいな。で、2段目もどうやら住宅街になってるみたいで、で、もしかしてこれ3段目も住宅街なのか。はい、どうも、シャチクです。本日も島訪問やっていきましょう。で、やってきたいわけなんですが、渦巻島っていうところに本日は来ております。いやー、すごく楽しみですね。お、ジュン君がいる。はい、ってことで着きました。で、なんとプレゼントくださったんですよ。アゲハチョウの模型だ。待って待って、これね、ちょうど欲しかったんですよ。めっちゃ欲しかった。ついさっき島整備で蝶の模型がいるから欲しいなみたいな感じでつぶやいたんですよ。まさかここでいただけると思わなかった。ありがとうございます。では早速島を見ていきましょうか。なんか飛行場の付近は南国ですね。うん、ヤシの木がいっぱい生えています。で、こちらビーチなんですが、お、バーベキューできるね。今さ、めっちゃお腹空いてるから肉食いてえわ。最近ね、常にお腹減ってますからね。なんかあまりにも実況を取りすぎて飯食うの忘れるんですよ。平気で1日ご飯抜きとかありますからね。いや、マジでご飯食べんの忘れる。あれ、俺って最後にご飯食べたのいつだっけ。あ、昨日の朝だわとか、そういったの結構ありますから。いや、実況配信ですからね、今となっては。そういったところで家に来たわけですが、先にどうぞということなので家の中に入っていきましょうか。ガチで実況配信島整備して島訪問して、で、雑談系の動画撮ってみたいな感じでずっとループしてるからさ。あと検証とか常に動画撮ってるっていうね。では家の中に入ってきたわけですが、何やらお店っぽいですね。ホテルではないよね。海の家とかかな。2階にやってきました。なんとこちらレストランになってるみたいです。おや、なんかいたな今。気のせいか。今のは気のせいですね。で、見知らぬ猫のカバンが左の方に置いてあります。地下にやってきました。なんかパリピーみたいなところにやってきたぞ。めちゃくちゃパリピーじゃねえか。すげえ、ロックコンサートとかやってそう。ライトアップされてるのがまたいいよね。って地味に左右に観客席があった。左の部屋にやってきました。ここなんですが、どうやら客室になってるみたいです。雰囲気的には多分ね、そうじゃないかなと。ベッドが2つありますね。ゴロンゴロン勝手に転がってるけど、これ大丈夫か。ごめんね、無言で転がっちゃって。お、よく見たらテレビもあるね。右の部屋にやってきました。どうやらこちらの部屋も客室になってるようです。バスルームにやってきました。プールまでついてるよ。お風呂にプール、なんて豪華なんだここはしかも BGM も流れてるね。はい、ってことで島散策の続きをやっていきたいと思います。まるでここら辺は南国リゾートですね。本当にリゾート気分を味わえる、そういった雰囲気になっております。で、左なんですが、おお、すごいこのマイデザイン。砂浜と思えないですね。一瞬さ、あれ、この島広くねって思ったんだけど、よく見たら砂浜にマイデザインが敷かれていました。海外旅行に来た気分ですね。で、この先はまたまた違うエリアかな。お、橋がありますね。お菓子の自販機があります。お菓子食べていきたいですね。最近さ、ハイチュウにハマってるんですよ。ハイチュウとかグミとかかな。まあ個人的な話になるんですが、なんだろうな、口が寂しいというか、最近さ家にいること多いじゃないですか。まあ、そういったこともあって、もうね、頻繁に何か食べたくなるんですよ。ただやっぱりご飯を食べてしまうと太ると思うんですよ。で、ご飯とお菓子って比較するとまだお菓子の方がカロリー的にもマシなんですよね。だからハイチュウとかガムとかグミとか、そういったものをよくね食べてますね。
そして住宅街に着きました。左の真ん中のエリアですね、ここは全て住宅エリアになってるみたいです。滝の音がすごいな。で、2段目もどうやら住宅街になってるみたいで、で、もしかしてこれ3段目も住宅街なのか、3段構成か、これは大規模ですね。そして柵に関しましてはレンガと低木をうまく組み合わせてますね。どちらかというと洋風って感じでしょうか。洋風の3段住宅街か、これは今まで見た中でも最大級ですよね。これだけ面積取ってるところってなかなかない気がする。で、ところどころにマイデザインも使用されています。さあ、住宅街を抜けていきましょうか。この先は何やら森が続いていますが、何があるんだろうか。まあ果樹園とかかな、どうなんでしょう。いや、それにしても住宅街の規模がすごすぎる。家具の数もすごいですね。で、こちら果樹園になってるみたいです。おー、ものすごいフルーツの数ですね。よし、このまま果樹園を散策していきましょう。で、すぐ下に滝がありますね。滝の音、個人的にはすごく好きなんですが、もうちょっとね、音が小さかったらいいんですが、近づくとやべえな。で、生垣もところどころに使われてますね。さあ、戻りましょうか。ところどころにこういう休憩スペースみたいなものがあるのいいですよね。住宅街まで戻ってきました。それにしてもこの住宅街非常にレベル高いですね。これから住宅街を作ろうと思っている方、非常に参考になるんじゃないでしょうか。特に洋風を作ろうとしている人ですね、そういった方には非常におすすめな内容になっております。で、さっきから気になってたんですが、割と白い家具が多いですよね。白いベンチとか白い街灯とか、白って何でも合うからおしゃれですよね。で、またまた橋を渡っていきましょう。で、渡っていくと、おお、なんか自然あふれるエリアに着きました。和風でもなく洋風でもなく自然がテーマですね。そしてマイデザインもところどころに使われている。これは配布なんかな、今回初めて見ましたね。素晴らしい。で、こちらちょっとした住宅街もあるようです。こういう自然がテーマの住宅街を作ってる人って実はあんまりいないんですよ。だからかなり参考になりますよね。で、ここもどうやら住民の家になってるみたいです。庭がめっちゃ広いな。さあ、お次はどこに行きましょう。お、案内所にやってきた。シャンク、そういえばシャンクともう1ヶ月ぐらい喋ってないな。シャンクか、いつになったら靴屋できるんだろうね。で、こちらは、お、何やらカフェになってるぞ。エイブルシスターズカフェか。さあ、そういったところでどんどん進んでいきましょうか。エイブルシスターズのエリアめっちゃ広くない？で、こちらは、お、またまた休憩スペースかな。どうやらこちら展望台になってるようです。どんどん道なりに進んでいきましょう。で、今度は公園に着きましたね。で、公園を抜けた先にはベンチもあり、後ろにはなんと2段だけがあるんですよ。これはかなりのおしゃれポイントですね。で、右には緑色の自販機、これはかなり珍しい。なかなか緑の自販機って持ってる人いませんよね。今来た道を戻っていきたいと思います。で、またまた案内所に戻ってきたわけですが、この先には果たして何があるのか。お、今度は和風エリアかな。で、何やらお祭りもやってるようです。左の方に屋台もありますね。ここすごいな、砂浜が完全に加工されて道になってる。マジか、こんなこともできるんですね。今まで行った島でこういったことをしてる人いなかったからな。なんかめちゃくちゃすごいですね、発想がすごいよな。
家の中にやってきました。こちらどうやら和風の家みたいです。さあ2階に上がっていきましょうか。今の招き猫めっちゃ可愛かったよね。2階にやってきました。どちらかというと旅館的な作りかな。右の方には布団が敷かれています。で左の方にはテーブルと椅子もあったし、おそらく旅館だと思いますね。地下にやってきました。こちらなんとトレーニングルームになっております。和風の家かなと思ったら唐突にトレーニングルームか。なかなかこれは新しいですね。ただトレーニングルームを作りたくなる、そういった気持ちはすごくわかりますね。そもそも道盛りだけじゃなくてリアルの世界の自分の家に作りたいと思ってる人がここにいますから。左の部屋にやってきました。で左の部屋はどうやら子供部屋になってるみたいですね。続いて右の部屋になります。めちゃくちゃ広いトイレだな。しっかりと複数のトイレが完備されています。最後は奥の部屋ですね。こちらなんとお風呂が3つもあるんですよ。これはかなり豪華だ。で洗濯物もね干されてるっていうのがなかなか面白い。そういったところで家を一通り見終わることができました。さあ後ろついていきましょうか。でこちら和風ということで、果たしてどういった景色が広がっているのか。多分ここから温泉街かな。和風ということで竹の家具も多くなってますね。さあ右に行きましょうか。でこちらなんですが、おめちゃくちゃ眺めがいい。後ろの方に小さな滝があるのもいいですよね。どうやらこれで和風エリアは終わりみたいです。でこちらにはちょっとした休憩スペースまたは公園がありますね。で今度は2段目に行くようです。さあこちらにはおキャンプ場かな。住民がいた。かわいい。おー水辺の近くのキャンプ場か。そして後ろには針葉樹の森が広がっている。景観がいいですね。そして釣りもすることができます。セミの鳴き声が夏って感じがしてめちゃくちゃいいですよね。で今度は博物館にやってきたようです。お美術品も外に出てますね。で後ろは2段だけになってるみたいです。博物館の横には縦の採石場、縦に採石場を作るって結構珍しいですよね。でお次はどこに行くのか。さあ2段目にやってきたわけですが、ここから3段目に登っていけるみたいです。おーなんか隠れ家的なところにやってきましたね。自分の家かと思ったら住民の家だった。でクマちゃんが飾ってある。自然あふれてますね。でここには噴水があって、噴水広場的な感じでしょうか。今度は牧場エリアにやってきました。まさに牧場物語みたいな、そういった雰囲気が漂っております。はい、ってことで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問専用の再生リストも作っておりますので、そちらの方もご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。